六号艇は池田博美選手です。えー、エンジン引かれて、シュンての感触どうですか。えっと、普通な感じで、でした。全く特徴はなかった。いや、ちょっと伸びが良かったですね。はい。これからの対策としては。えー、えー、とりあえず、まあ。今日の感じだったら、そのまま行ってみたいと思いますけど。はい。じゃあ、そこに出足関係がついてくれば、言うことなし。はい。そうですね。これまで大村の相性っての、ご自身どうですか。あんまり良くないんじゃないですか。 今回じゃ変えていきたいですね。そうですね。いい時もあるんで、まあ今節がいい時だったらいいなと。はい。ドリーム戦のスタートが六枠というのはどうでしょう。えー、いや、まあ大村のスタートがちょっと怖いのでイメージがなので、あんまり張り切っていきますとは言えません。のりやさん、のりにくさんみたいな部分は感じられました。のりやそうです。はいはい。一層、えー、目になります。そして六日間に向けて最後に意気込みをファンの皆様にお願いいたします。 えーとロックコースからレンに絡めるように頑張ります。